毎食肉類と野菜を組み合わせて、毎日たったの30円しかかからず、4年で1億ウォンの貯金に成功し、24歳で家を購入した。女性の名前は、クァクジヒョン、韓国の一般家庭に生まれた。父親は病弱で、母親はアルコール依存症、姉はうつ病である。そのため、彼女は幼い頃から独立心が強く、自分が何をすべきか知っていた。低学歴のため、クァクジヒョンは19歳の時に家を出て働いた。今はペットショップで販売員として働き、月収は200から240万ウォンの間だ。2022年、韓国の最低月収は191万ウォンなので、いわばクァクジヒョンは毎月貧困ラインの瀬戸際を徘徊している。貧しくても彼女の志は高く、20歳の時、古紙でアニメの小切手を作り、1億ウォンの目標を書いてモチベーションを上げた。8級の彼女がわずか4年で目標を達成し、給料のほぼ 90% を貯めるなんて想像していなかった。これはここにいるカメラマンのオッパが顔をあからめるほどの巨額で、背の高いイケメンの彼は銀行にたった300万ウォンしかなく、差額は30倍以上だ。クァクジヒョンが支出表を取り出した時、番組クルーはさらに驚いた。彼女の毎月の食事の支出は1100円にも満たず、毎日30円ほどだったのである。ほとんどの人にとって、このわずかなお金は、一度テイクアウトすればなくなってしまうのに、彼女はなんと1ヶ月持つのだ。さらに恐ろしいことに、ほとんどの日において彼女はそんなに多く使わないのだ。2022年1月、彼女の食事の支出は890円で、12月はたったの740円だった。たとえ毎日インスタントラーメンを食べても達成は難しい。彼女が食べている料理はきっと貧相なものだと思うだろうが、彼女のレシピを見てみると、信じがたいものだった。貧相ではないだけでなく、むしろちょっと豊富なのだ。レタス焼肉、餅焼肉、少しも手は抜かず、すべての食事は彼女の手作りだ。野菜は自分で育てたものか、あるいは社員食堂から持って帰った残り物だし、または大手スーパーで手に入れる値引き品である。クァクジヒョンはスーパーの割引情報を熟知しており、毎回値引き時間に買い物に行く。買い物のすべてのレシートは、持って行ってショッピングポイントに交換する。ポイントの神として、彼女はスーパーとネットアプリの様々なポイント還元方法を熟知し尽くしており、このコーヒーボックスでさえ、正確に板紙を剥げばポイントコードを見つけられるのだ。クァクジヒョンは専用の小さな倉庫すら設け、彼女がポイントと交換した戦利品、安売り食材、ナプキン、調理器具等を保存してある。もし不要なものと交換した場合、クァクジヒョンはそれをネットで売る。節約のため、時には他人からもらったミネラルウォーターを飲まず、そのまま売って、自分は家で沸かした水を飲むこともある。いつも調味料のタレもきれいに使い切り、タレがそこに残っている時は、一般人なら捨てるが、日本人はいろいろな場面で知識を財産に変えられる。彼女はストッキングを瓶に巻きつけて振り回すと、遠心力の作用でタレは、瓶の口まで勢いよく降りてきて、使用し続けるのに便利なのだ。食費を節約するだけでなく、交通費も絶対になおざりにしない。節約の達人として、車の運転は言うまでもなく、バスや地下鉄にも乗らず、ある日、彼女は中古市場で電子レンジを買った。バス代を払いたくないので、彼女は電子レンジを抱えて家まで3時間近く歩いて帰った。彼女は新しい洋服を買うのにお金をかけず、着古して破れた服も捨てることはない。たとえ靴下に穴が開いても、クァクジヒョンはそれをすぐに再就職させ、床を拭く雑巾に変えてしまう。もちろん、1億ウォンの目標を達成したいので、節約以外に、新たな収入源が必要である。クァクジヒョンは思いつく限りの様々な方法でお金を稼ぎ、本業以外にも、毎週末はレストランでバイトをしている。このような生活はとても疲れるが、自分の蓄えが増え続けるのを見て、目標にどんどん近づくと、彼女は全ての苦労に価値があると思えた。休むことなくバイトをし、辛い仕事をし、あちこちでポイント交換し、娯楽生活を諦めた。こんな感じで4年2ヶ月続け、クァクジヒョンはついに24歳の時に1億ウォンの貯金の目標を実現し、自分のアニメ小切手と交換したのである。お金ができた後、クァクジヒョンは自分の家を買うという大計画を考え始めた。実際、市場の家の価格では、彼女は間違いなく買うことができないが、幸運にも、韓国政府は2009年に一連のエコノミーハウス政策を推進し、特に若者が家を買えない問題に対処したのだ。このタイプの家の面積は85平方メートル以内で市場価格より安い。しかし資源には限りがあるので、このタイプの家は競争も非常に激しい。購入申し込み者はいくつかのステップを踏まなければならず、彼女たちはまず身分証と持ち家がない証明を持って銀行へ行き口座を開設する。住宅購入申し込みをして手付金を預金し、その後毎月カードに最低2万ウォン入金する。預金したお金は増え、信用度も高くなり、1年預金した後、再び抽選に参加するのだ。クァクジヒョンは、もともとそれほど大きな期待はしていなかったが、ただ抽選に参加してみようと思った。
幸運は思いがけない時に来るもので、彼女はなんとついに購入資格を獲得したのだ。妨害の喜びに彼女はすぐに4000万ウォンの頭金を払い、59平方メートルの住宅を購入し、3年後に引き渡される。カードの資産はほぼ半分になってしまったが、クァクジヒョンは未来の生活にさらなる希望を感じた。現在彼女の人生にはまた新たな目標がある。それは一生懸命お金を稼ぎ、住宅ローンを完済して自分の新しい家の内装を良くすることである。番組放送後、クァクジヒョンはすぐにインフルエンサーになり、多くの人が節約アイドルとみなすようになった。しかしある人は、このような極端な節約は生活に楽しみがあると言えないと疑問を呈した。世間のこういった言葉を、クァクジヒョンは全く意に介さない。それらは全て重要ではなく、重要なのは自分が何を欲しいかであり、明確な目標を持った後は、一生懸命実現すればよいと彼女は思っている。